ノビベオグラードはセルビアの首都ベオグラード市を構成する17の自治体の一つであり、その中で最大の人口を持つ。旧来のベオグラード市街地とはサバ川を挟んで向かい側に位置しており、1947年まで無人であったサバ川砂岩の土地を開発して作られた計画都市である。現代的なインフラストラクチャや利用できる土地に余裕があることから、 多くの企業が、ノビベオグラードに拠点を構え、急速な発展が続いている地区である。2011年の調査ではその人口は21万2104人を数え、これは、ベオグラード市を構成する自治体としては最大である。セルビア語で、ノビベオグラードとは、新ベオグラードを意味する。ノビベオグラードは、サバ川砂岩に位置しており、歴史的に、 スレム地方の南西端に属する。行政的には、ノビベオグラード自治体の領域の北東部は、ドナウ川右岸の一部、サバ川との合流地点までを含んでいる。サバ川右岸には、旧来からのベオグラードの市街地が広がっており、カゼラ橋、ブランコ橋、サバ橋、旧鉄道橋、新鉄道橋、アダ橋の6つの橋で、両岸は結ばれている通過する E75 号線は、 ノびベオグラード域内に、ベオグラードアリーナ周辺など5カ所に、インターチェンジがある。ノびベオグラードの総面積は40.74、平方キロメートル、地形的にはそのほとんどが平地であり、32の丘があると言われ起伏に富んだ旧来のベオグラードとは、対象をなしている。西部のベジャニア地区を除いては、ノびベオグラードの一帯は、開発が始まる1948年以前は、 大部分が沼地であった。長年にわたって、数キロメートルに及ぶベルトコンベアでドナウ川の小泉争島から土砂を運び入れて、沼地を埋め、現在のノビベオグラードとなる土地が築かれた。この他の地理的な特徴として、サバ川沿いに広がるマラツェガンリア半島や、川の中巣あだ、メジツァ、マラツェガンリアによってサバ川の主流と分断されている。 ジモブニクワンなどの地形があり、ジモブニクワンは、ベオグラード造船所の施設として使用されている。西部のベジャニアに位置する、ベジャミスカコサ地区には、オード層の丘陵地がある。ノビベオグラードには、森林はないものの、ベオグラード中心部の自治体で、最も緑地面積が多く、その面積は3.247平方キロメートルで、ノビベオグラード全体の8.5%に及び、 緑地面積の大部分はノビビオグラードウシチェ公園のものである。2008年に開設したスルプスカ共和国公園もノビビオグラード域内にある。ノビビオグラードは計画都市として作られており、ブロックと呼ばれる区画に分かれている。域内には70のブロックがあり、このうち一部のブロックは 70A などのサブブロックに分かれている。また、かつてのベジャニア村の中心であった、 場所、アダメジツァ及びマラツィガンリア、並びに、ベジャニスカコサより、西の幹線道路沿いの地区は、ブロックに分かれていない。また、自治体の境界の変動により、一部のブロックは、ゼムンクに属しており、この一帯は、ノビベオグラード区のブロック地帯の北に隣接している。ブロック25の風景 B92 ユーゴスラビア時代、各国の共産主義政府の例に漏れず、 重工長大産業が経済の牽引役として重視され、伸びベオグラードにおいてもこうした産業が経済の主力となった。自動車やトラクターなどの輸送機器を製造する IMT、製鉄のフォームやベオグラード造船所、サブスキナシップの熱源設備、マイノルなどの工場がある。こうした工場に変えてビジネス地区や住宅を整備する計画がある。 ユーゴスラビア崩壊に伴う1990年代の経済危機の中で大規模なこうい有う企業が機能不全に陥ると、ノビビオグラードの経済はこうした製造業から商業へと転換し、多数のショッピングセンターや商業地区が誕生。この傾向は2000年代も続いた。ノビビオグラードでは飲みの位置も開かれている。ノビビオグラードはセルビアの主要なビジネス地区となっている。 多くの企業が、ノビビオグラードに、本社や地域拠点を置いており、ASR、コムトレード、イムテルコンピューター、マイクロソフト、イケア、デルテホールディング、DHL、ジョット航空、オムブ、シーメンス、ソシエテジェネラル、テレコムスルビア、ユニリーバ、VIP モバイル、ユーゴインポート SDPR、エリクソン、コリアーズ、CB リチャードエディス、シスコシステムズ、SAPAG、 ヒューレット・パッカード、花ため技術などの拠点が集中する。ベオグラード証券取引所も、ノビベオグラードにある。この他にも、サバセンター、ホテルユーゴスラビア、ゲネクス・コンドミニアム及びゲネクス・タワー、スポーツ及び、コンサート会場のハラス・ポルトバ及びベオグラード・アリーナ、高級ホテルのコンチネンタルホテルベオグラード、ホリデーイン、ハイアット、チューリップ・インなどもある。このにアダバシ、 ベオグラードリンク都市、ウィーン保険グループセルビア本社、セルビア電力産業公社本社、インテーザ銀行セルビア本社、ライファイゼン銀行本社、ビジネス地区、ウエスト65などの建設が進められている。2000年代後半には、デルタシティ、サバセンターといったショッピングセンターや、ウニベルジテツコセロ、ウシチェ島が完成した。ウシチェ島のビベオグラード内てが、 ベオグラード市街地に含まれており、行政的にこれに含まれない集落は存在しない。ノビベオグラード区議会庁舎の付近が、ノビベオグラードの中心とみなされている。建設が始まったのは、しかし2002年の国勢調査では、ノビベオグラードの人口は10年前と比べて減少を見せている。二千十一年十二月十一日の人口は一万二千百四人となっているが、 これに加えて、戦争によって住む場所を荒れて、クロアチアやボスニアヘルツェゴビナ、コソボから避難してきた居住者もいる。ノビベオグラードの人口水位は以下の通りである。ベオグラードアリーナ2002年の国勢調査による、ノビベオグラードの住民の民族別構成は以下の通りである。ノビベオグラードの地図ノビベオグラード自治体は、複数の地区に分かれており、このうち、 ベジャニアとスタロサイミシテを除いては無人地であったため歴史的な故障がない。しかし1948年の開発から半世紀以上が経過し地区の特色もはっきりしてきている。ノビベオグラードには以下の地区があるさらにベオグラードリンクート市、デルタシティ、サワシティ、ウニベルジテツコセロなどの地区が開発中である。 セルビア正教会の聖堂この地域における人の居住は、オスマン帝国統治時代の文献に記されている。1713年の書籍によると、この地域には早ければ1512年には、ベジャニアと呼ばれる、セルビア人の存落が存在していたとされている。この文献によると、当時は32世帯の民家があったとされ、その数は1810年には115世帯まで、 増加している。18世紀を通じて、ベジャニアの人口の大部分は、セルビア人であった。オスマン帝国の撤退後、新たにこの地の支配者となったオーストリア帝国は、ドイツ人やハンガリー人、クロアチア人などの移住を進めた。20世紀の戦艦期には、より、サバ川に近い場所に新たに再密しておよびのぼなセリエという集落が誕生した。初めて、ベオグラードの市街地が、 サバ川を越えてサガンにまで進出してきたのは1923年のことであったが、デーデー地を居住に適した環境に変えるのに、十分な人でも資金もなく、大きな進展は起こらなかった。1924年にペタルココトビッチという人物が、都心部なる地区に、この地の未来を予言するかのような、ノビベオグラードという名前のカファナを開業した。1945年、ココトビッチは、 ノボナセリエおよびベジャニア地区の村長となり、やがてこの村はノビベオグラード自治体へと発展することとなる。1924年にベジャニアに空港が作られ、1928年にロゴジェルスキという工場ができた。1929年にゼムンガベオグラードと行政的に統合され、1934年に独立した都市としての地位を失うと、 ベオグラードとゼムンの間を埋める新しい市街地の開発が構想される。この時代にサバ川を渡る橋が築かれ、ゼムンとベオグラードとを結ぶ路面電車の運行も始まる。また、ゼムン空港が築かれた。1938年にスタロサイミシュテに多数の建造物が築かれる。1万5000平方メートルに及ぶこの建造物群は、 ユーゴスラビア王国の経済発展を示す日本史や展覧会の会場として作られた。同じ年にベオグラード市政府は新しい市街地を建造するためにデンマークの建設企業コンプサックス及びホイゴアンドシュルツと契約した。技術者のブラニスラブ・ネシッチが計画を指揮する立場となった。ネシッチはユーゴスラビア王国が 数軸勢力に占領される1941年以降も計画の推進にあたり、そのために1945年に共産主義者が数軸勢力を駆逐した後、通敵者として裁判を受けることとなった。カレメグダン宮殿から見たサバ川とノビベオグラード1941年、ドイツ軍がユーゴスラビア王国の大部分を制圧し、占領下に置く。 ナチスドイツの秘密警察、ゲシタポがサイミシテを支配下に置き、地区を有し鉄線で、幾重にも覆う。この場所は、その後絶滅収容所となった。1942年、ドイツ人は、サイミシテ強制収容所を、ベオグラードや、その他の場所に住む、ユダヤ人を殺害する目的で使用する。1942年4月以降、サイミシテ強制収容所の囚人は、 ナチスドイツの傀儡国家、クロアチア独立国が運営する、ヤセノバツ強制収容所やスタラグラディシカ強制収容所へと移送された。セルビアで、通軸勢力に捕らえられたパルティザン兵士や、その他のユーゴスラビア諸地域からも多くの人々が、サイ再シテに送られた。強制収容所では最後まで、囚人の殺害が途絶えることはなかった。囚人には、小皿地方に住んでいた女性や、 子供、老人やベオグラードなどの町に住むユダヤ人の一家、ロマの一家やスレム地方の複数の村の村民が丸ごと捉えられていたケースもあった。1946年11月に占領者及び協力者の犯罪に関するユーゴスラビア国会委員会が発表した報告によると10万人近くの人物が催眠手に送られうち4万8000人が 収容所内で死亡したとしている。1987年7月9日、ベオグラード市議会は、スタロサイミシテを文化遺産とし、急速な不動産開発から保護することを決めた。1995年4月21日、サバガー沿いにサイミシテ強制収容所の犠牲者を記念する記念碑が除幕された。セルビア宮殿。 第二次世界大戦終戦から3年が経過した1948年4月11日、この地は巨大な開発計画の対象となり、これが今日のノビベオグラードの誕生の瞬間であった。次々と建造物が立ち並び、1952年にはノビベオグラード自治体が発足した。1955年にベジャニア自治体はノビベオグラード自治体に統合される。 これはこの時代のユーゴスラビア連邦人民共和国における最大の開発計画であり、共産主義政府の威信をかけたプロジェクトであった。計画の最初の3年間で10万人を超える労働力が投入され、数軸支配から解放されたばかりのユーゴスラビア各地から技術者が集まり、建造計画が進められた。肉体労働に従事する労働者の多くは、 セルビアの田舎から集められた人々であった。十分な機材もないまま、コンクリートは手作業で混合され、一部で馬を用いつつ、人力で砂を運び、デーネー地に巻き、整地が進められた。乗馬警察官建造が始まる前段階として、川沿いに砂を盛り、川の水取り口を分離し、デーネー地を乾かす作業が行われた。この地に築かれた初期の建造物の一つが、 ユーゴスラビア連邦議会が入居するユーゴスラビア首相府の庁舎であった。庁舎は7万5000平方メートルの敷地を持ち、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の崩壊後はユーゴスラビア連邦共和国の議会が使用した。その後この建物はセルビア宮殿と解消され、一部のセルビア政府の機関が使用している。居住目的で作られた初めての建物は、 都心部なる地区に築かれた。ステュデンツキグラード地区は、増大するベオグラード大学の学生の居住地として、築かれた。政治ミトリー聖堂とゲネクス、コンドミニアムのビベオグラードの街は、社会主義時代のユーゴスラビア共産主義者が、思い描いた、現代都市のあるべき像を反映した姿であった。20万人以上が暮らす街でありながら、長年にわたって、教会施設はほぼ皆無であり、 劇場もなく唯一の博物館もあまり知られていない。長年にわたり、ノビビオグラードは巨大な寄宿舎に過ぎないと考えられてきた。現代美術館はウシチェ地区にあり、この場所にはオペラ劇場の建造も計画されている。この計画について2000年代には、この場所はオペラ劇場には良い場所ではないとする論争があった。長年にわたり、ノビビオグラードで 唯一のキリスト教聖堂は、ベジャニアにある聖ゲオルギー聖堂のみであった。ベジャニスカコサにて、オストログの聖バシル聖堂の建造が1996年に、また、サロニカの聖ジミトリー聖堂の建造が1998年に、それぞれ始められた。ノビベオグラードのナイトライフは、サバ川とドナウ川の合流地点のあたりが中心となっている。川に浮かべられた。 イカダ線によるクラブは1980年代に始まり、1990年代には内部で飲食やターボフォークのライブパフォーマンスを提供するより大型のイカダ線が多数現れた。今日でも川沿いに100メートルも歩けば、こうしたイカダ線が見られ、娯楽施設としてベオグラード中心部のクラブと競合する存在となっている。かつては、 水上に浮かべられたアボフォークの音楽が流れるイカダブネはステレオタイプ的なカファナと同類のものと見られていたが後には世界的に有名な DJ を招いたライブパフォーマンスなどを提供する本格的なクラブへと様変わりしているベジャニスキブロコビと呼ばれる畜1947年から1950年代にかけてのノビベオグラード建造初期の頃は細かい部分を あまり気にすることなく建造が進められた。終戦後の人口増加と多数の居住者を受け入れるために当時はとにかく早く多数の住居を作ることが重要であった。こうした状況下でブルータリズム的な建造物が多数築かれ、ブロック全体は巨大なモニュメントのような街並みが誕生した。後の時代にハヤットリージェンシー、ベオグラードなどの国際的なホテル、 ゲネクスコンドミニアム、ウシチ島、ベオグラードアリーナ、デルタ式といった、より現代的な建造物が出現したことにより、幾分緩和されたものの、ノビベオグラードの色彩にかく単調な街並みを嫌がる、声は依然根強い。ノビベオグラードを卑下する表現として、スパバオニツァというものがあり、これは、ノビベオグラードには、創造的な生活や、地域の人々の健全な交流がなく、 一日の、労働に疲れて眠る場所としてのみ存在していることを意味している。こうした見方は、セルビアの流行文化にも反映されている。1980年代初期に、セルビアのロックバンド、リブラチョルバの楽曲、ナキュダジベムユーブロク65では、ノビビオグラードのコンクリートに囲まれた生活で世界に嫌気がさしている、疲れ果てた人物を歌っている。また、 ノビビオグラードをニューヨークのゲットーに比喩する向きもある。例として2002年の映画一な一』ではラップをし銃を撃ちストリートバスケットボール。またアプスセルト内100やザウーンズでもノビビオグラードを否定的な存在として登場させているが、これらの映画が公開された1990年代はセルビアは戦争や国際的な制裁により疲弊していた時代であり、 こうした状況下のセルビア人の苦難が重ね合わされている。ノビビオグラードは以下の都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。